はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。じゃあこのまま続きですね。さっきここでめっちゃビビらしてくれましたけれども続き進んでいきたいと思います。まあ今回いつもセーブポイントのところで切ってたんですけど、まあ今回はそういうのはなさそうなので、まあある程度時間が来たら一回一回区切りをつけて終了していこうと思います。で、まあこいつを追いかけて、見えない、なかった今これ。おお、アイテム、これ何、フィルム、ああ14フィルムね。まあ、横道に行くとちょっと、お、射影機撮影、あ、ひみのさん、これアイテムがありそうだな。なんとかの森へ。ただ反応があるな。フィラメント反応がある。フィラメント反応すごい分かりづらい今回。お、メモ、こいつらメモ取るの好きだからな、 みんな。ひがみ山、昔は霊場だった。うん、死ぬための場所、自殺の名所。ほい。神隠しの山。優しくて断れない性格。神隠しかもしれない。神隠しにあった人はどこへ行くのだろう。動機が激しくなる。結構大変だな。よし、じゃあちょっとこっち進んでいくか。淵の森へ。新たなとこへ進んでいく感じっすね。淵の森、またこれをちょっと見ながら、この灯籠セーブポイントとかじゃないよね。調べる。うん、違うね。でも灯籠はついてる。普通消えてるだろこれ、管理されてないんだから。それとも誰か管理して。うおー、射影機、はい。わかんない。川の対岸にある神社に人影が見えた。ん？神社に人影が見えた。神社ってまっすぐ、でもこっちだよね。どっちへ行けばいいんだ。まあちょっとこっち追っかけていくか。ほんほんほん、くぐる。ん？どこにいる？あ、いない、今なんかあったな。なんか自殺の名所だから、ちょっと、すごい道も複雑だな。とりあえずここにアイテムがある。射撃、ほい。ひみのさん、ひみのさんの気配が途切れている。なんか右上の方に光ってるアイテムが見えんだけど、これを拾えと。きっとなんかあるんだな。メモだ。ノートの一部。どうしていいかわからない。何にもできない。あー、私が消えればよかった。そう思い詰めるな。え、本当の気持ちを言ってもいいよね。ちゃんと言おう。怪しい。このメモを、これ何て読むんだっけ、忘れちゃった。おお、取れた取れた。吊るされた女。おちょっと待って、反応ある、反応あり、霊的反応はあります。これ一緒に取りたい。できればダブルでダメージを与えたいけど。え、何今落っこってきた。ちょっと待って、一旦退散する。もう少し広いところへ。
いた。ピコンピコンピコンって打ったところ、決める、叩き込む。安らかに眠れ。オッケー。3回叩き込めるわけではない。こいつはちょっと攻撃してくるときにしゃがみ込むからな。オッケー。え、まだいい。あ、まだ生きてるってことね。倒したかと思ってたけど、少し近づくか。これ制服着てるじゃん、ヒミノさん。もしや音量化しちゃってる。お、来た。ほい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 。ダメージちゃんと当たってんのか。いまいちわからん。成仏したか。消えてった。なんかうめえてたな。え、なんもなし。なんとかをすれば終えるかもしれないって言ってたけど、どうすればいいんだ。ちょっととりあえずアイテム欲しいな。これを拾って手は出てこない。お、61だ。24枚も手に入るの。そんなに戦闘起こるの。あとどっかこっちの方にアイテムが、あ、これか。これもフィルムっぽいな。14か。こっちじゃないんだよね。お、ここにいたいた人影が。こっちの奥に進んでいくと、ちょっとこれもまあめんどくさいといえばめんどくさいシステムだな。まあ、次の行き先が分かっていいんだけど、特にこれめっちゃ広いかんな、この山。でもちゃんと管理されてるっぽいな。こう灯籠みたいなのがあるってことは、今川に行こうとした。え、どうすりゃいいんですか。なんかいますよ。今なんかいましたよ。お、遮影機。一瞬で消えるな。ただ行けと、こっちへ。え、違った。人形がいっぱい置いてある。こっちか。裏の方、裏口で、ほっほっ。取れない。反応が遅れんな。まだちょっと操作方法に慣れないんで、ピントを合わせるのが難しい。ここか。開ける。固く閉ざされている。え、なんで。でも霊的、そっか、霊的反応があるから、あれ、これか、拾うのか。ノートの一部。なんでさ、一枚一枚こう破り捨てんの。ノート一冊だろ普通。幼稚園から一緒と。思い出の歌。はあはあはあ。完全に、うおーい、やんでるなえー。取れなかったー。反応が遅れます、ほんとに。え、ちょっと待って、ここからどうすんの。困った時の影見。お使いだな、完全にこれ。で、あ、神社からは離れんのね。あれ、射撃、ほい。ピントをすぐ合わせてくれればいいんだけど。なんか歌ってますね。ちょっと自分には理解できないですけど。で、またちょっと追っかけっこをすると、こっち行って、このまま進んで、あ、アイテムがある。アイテムがあるけど、アイテムの方には行かない。いや、欲しいアイテムは
これ、ご浸水だ。ほら、こっちだったよね、確か。そういえばゲームパッドの地図全然見てねえな見る暇がない。あ、こっちもう今自分にはどこにいるのかさっぱりわかんない。絶対迷子になるよこれ。こいつ追っかけてったら、今なんか落としたよ。なに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 、え、なんですか。あ、これあれでしょ、清めの日。あっちにアイテムがあるよ。で、この音は何、火の用心ですか。あなんだよ。また衣装のような髪切れになってる。今度ここがいい。うわー、ここで死ぬのか。よし、戦闘が始まるっぽいな。そうするとここで死んだってことは全然違ったし。こっちか。一応道は整備されて、なんかいるな。 いるよね、前今見えないけど、ほらいた。あれ絶対そうだよ。ちょっとこっちなんかあるかな。あー、いいや、このまま行くか。姫野さん、姫野さん、大丈夫かい。なんか歩きにくそうな靴履いてんな。この山にいるんです。見たんですか。でもいるんです。なぜわかる。早く探さないと。え、なに。おう、フラッシュバックね。何してんのこいつら。でも制服の女の子さっき倒したよ。私たちだけ。あ、生き残っちゃった。二人生き残ったの。約束したのに。もっと確実な方法で死ねばよかったんじゃないかな。この続き。え、続きをやるの。いつにしようか。もう今でいいんじゃん。はるかさんは私が探します。え、なになになに。一緒に帰りましょう。帰ろうぜ。帰れんの俺帰れないよ。うわ、すげえ来たな。全然わかんねえ。え、ちょっとなんか逃げてったよ今こいつ。走って大丈夫。まさか。え、一人で死ぬなんて。これ影見意味あんのかな。あ、ないわ。ってことはこの地図を頼りに帰るしかない。これ走って追いついてこれる。え、ちゃんと来てる。これ振り向きがね遅い。え、来てない遅い。お前らふざけんな、走れ。そんな甘ったれたことで山に来たのか。うわあ待って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 、敵、敵、あの人ちょっとダメージ食ったらやばいな。おう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 、仕方してんな。フィルムするといいんだな。61使っちゃおっかな。あれ、2人出てきた。こいつ、あなた何してるんですかって感じだな。
ダメージ今通ったよね。ちょっとずつ小刻みにダメージを与えるしかない。邪魔だお前は。しぶとい。おお、倒した。じゃあ先行きましょう。触れる。何触れるって。お、来るな。ん、追い詰められた感じ。うわ、捕まれた。うわー、怖えこんなの超怖えよ。っていうことが起こったんだね、あの人には。道はこっちでいいのかな。調べる。沼。行けないの。うん、でも道的にはこっちだな、地図を見る限りは。あとあいつがちゃんとついてきて来るかだからな。走って大丈夫かな。待ってください。あ、え、なに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 、どっちどっちどっち。あ、走ってきた。いや、俺も一応ね、ゲームパッドっていう地図があるんだよね。姫野さん。え、待って待って、どこ行くんだお前。またかよ。走ってる走ってる。早い早い早い、こいつら。いっぱいいる。ほいほいほい、3人。みんな仲良く。一緒に取ってあげるよ。いや、こういうね、細かいやつらがね、ちょっと大変なんだよね。よし、ここで一気に集める。ちょっと待って。よしよしよし、なんかピコンピコンなってんな。これ基本カメラ構えながらのがいいかな。あいつどっか行っちゃったぞ。うん、関係ない。もう一体だな、そうすると。ほい、成仏させてやる。あれ、いる。二人仲良く、さよならだ。なんて言ってんだかわからない。あ、これ触れられる。あ、触れるとなんかその人がどうやって死んだのかがわかるっぽいっすからね、多分ですけど。姫野さん。姫野さん。はるかはここにいるんです。あ、いるんだ。え、いてどうすんの。そこまでして帰るの。まあいいや。じゃあちょっとまた時間が良くなってきたので、じゃあこいつを山から下ろすところから次回始めていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。